ペニーブラックの未使用切手赤消しの初期、使用例ペニーブラックは、1840年に、イギリスにおいて発行された、世界最初の切手の通称である。バースのパーキンスベーコンベッチ社で、印刷、1840年5月1日に、イギリス郵政省から発行され、同月6日から使用が開始された2種類の切手の、うちの1ペニー切手を指す。 ちなみに同時に発行された2ペンス切手は青色であったことから2ペンスブルーと呼ばれている。ペニーブラックは発行初日に30万枚以上が売れたと言われる。これは日本最初の郵便切手である立ツ切手が1年がかりで売った枚数と同じである。スリーロは黒色で図案にはビクトリア女王の横顔が印刷されている。この肖像は 当時の造幣局の彫刻部長だった、ウィリアム・ウヨーンが、女王の視聴者ご訪問記念に作成したメダルをもとに、して作成された。この切手は横12列、縦20行による240面のシート。当時の通貨が12ペンスで1シリング、20シリングで1ポンドであったことに由来する。当初の発行枚数は283,992シート。 切手の下左右角には、チェックレターと呼ばれるアルファベットが記載されており、この文字の組み合わせでその切手が、シートのどこにあったのか、わかるようになっている。また切手が黒だったので、消印は赤で押され、丸太十字をあしらったものが採用された。なお一ペニーの切手は翌年、赤茶色に変更されたため、ペニーブラックは、実質的に一年程度しか販売されなかった。 当初、ペニーブラックに使われた消し印の赤印機は、印刷用赤色インクとアマニ油、オリーブオイルを攪拌して作られたものであった。しかしこれは、使用前の切手表面に、キララやニスを塗っておくことにより、消し印を石鹸で容易に洗い落とせるという問題があった。そこで、消し印のインクを化学変化に強い黒色に変更した、ものの、 切手のスリーロ自体も黒であったため今度は死人性が問題となった。最終的には切手のスリーロを黒から赤茶色に変更。これがペニーブラックに代わりペニーレッドが発行された経緯である。よってペニーブラックやニペンスブルーで赤消しのものは初期使用例である。ペニーブラックの版は第1版から第11版までまた1版には2つの種類があり、 全部で12の版が存在する。第11版は、ペニーレッドが登場する直前、1841年1月中に、販売する分のペニーブラックが不足したため急遽、印刷されたものである。この際に使用されたのは、ペニーレッド用の版であり、極めて希少である。現在では、ペニーブラックの中で、これが最も高価なものとされる。 テニーブラックは現在でもかなりの数が存在しているが、コレクターの人気は高く比較的高額なプレミアムがついて取引されている。2014年時点のカタログによる参考相場は、使用済みの普通状態の切手が1枚が350ドル程度、未使用のものになると9000ドルほどであった。なお、4ペンの余白が十分に確保されたフルマージンと呼ばれる切手は、 この評価の何倍もの高プレミアムである。また、1841年発行のペニーレッドの使用済みは1枚3ドルほどであったから、いかにペニーブラックの人気が高いかが伺える。ただし、切手の希少価値としてはこのペニーブラックよりにペンスブルーの方が、はるかに希少で高額のプレミアムで取引される。2ペンスブルーは、1841年以降も色の、 変更はなかったが、切手の肖像の上下に白いラインが入り、1840年の切手と区別される。やはり1841年以降のタイプもに、ペンスブルーとか、ブルーペンス、ペンスブルーと呼ばれているが、ペニーレッド同様、使用済みは5ドル程度の評価であった。ありがとうございます。